さあ始まりました、 GTSRC.jp 第4戦オートポリスインターナショナルレーシングコース。1番グリッド、サトル選手、2番タクマ、3番手に後藤祐介選手、4番に初参戦富岡選手、5番手に川上選手、6番にエジン、7番手に島崎選手、8番手山本涼介選手、そして9番がちょっとわからないんですけど、10番岡本選手、11番もちょっと見えないですね。まあ申し訳ないです。さあそろそろスタートしていきます。スタートしました。まず1コーナー、どういった感じに抜けてくるか。まず悟選手が逃げるか。1コーナーいい感じに行きましたねと思ったら、ここでクラッシュ。ここでクラッシュしたのはタクマとエイシンかな。ちょっと序盤クラッシュがあり厳しい展開になってきた。ここで今5番に上がったのが川田正幸選手、今回初参戦上がってきました。4番に島崎選手が上がってきた模様。ここで富岡選手が6番、7番に国井選手、8番岡本選手、熱い9番手に三浦さんが上がってきた。10番手に拓磨、11番涼介選手、12番エイシンといった形。序盤少し荒れましたが、サトル選手が逃げる展開になってきました。1番サトル選手、1番グリッドですね。おっとちょっとミスってしまった。エスカレーターコーナーでミスってしまった。ここで後藤選手が前に出る。後藤祐介選手、 JMRC オープンチャンピオンでもあります後藤祐介選手。2番手サトル選手はタミヤワールドチャンピオンシップに出場したことがあるとのことです。3番手にはオープンクラス最新の順位では2番だった川上康太選手、ラジコンカラーで今回参戦してくれてます。表彰 KO トリオンと、自分のねスポンサーさんのステッカーも貼られております。4番手にブラックに横もの金色のステッカーが映えています、川田正幸選手。5番に富岡選手と島崎選手がここですサイドバイサイドストレートに入ると思ったけれど守りきった島崎選手。7番国井選手、8番岡本選手、9番拓磨、10番涼介選手といった感じ。栄進が11番、三浦さんが今11番走行しているのかな。ここでちょっとクラッシュがあり、あっと接触があったか。島崎選手下がってしまった。ここで一気に順位を落とす。12番に三浦選手が下がってしまった。エイシンが上がっているも様子です。ここでですね少し差が開いております。川上選手とサトル選手ワンツーの差が広がっております。川上選手かなりオートポリスを練習されたのことでかなり安定した走行をしております。ここで後藤選手逃げ切ることができるか。1周目は後藤選手がトップで通過している形。4番に川田選手が上がっている。5番に富岡選手、6番国井選手、7番に岡本選手、8番僕上がってますね、9番山本涼介選手、10番エイシンが上がっていて、おっと三浦選手が11番に上がっている。12番に島崎選手が落ちてしまった。タイヤが少しダートに入って厳しかったか。かなりねダートに一度入ってしまうとタイヤがねグリップ収集しないので気をつけていきたいところ。1番後藤祐介選手、ブルーの R8 逃げていきます。かなりいいペースです。2番サトル選手も今追い上げている途中でしょうか。遠赤ギリギリを使って立ち上がっていく。川上選手も少し差を詰めた形かな。ときたら富岡選手がインを刺していった。少し接触あったか。いやー川田選手ちょっと順位を下げてしまった。ここのワンツースリーはいい感じの等間隔でレースが進んでいる形。ここでおっと国井選手が仕掛けたか。仕掛けていきます。国井選手しか、おっと川田選手スピン、おっと空を飛んだ国井選手。あれはラグか、何なんだあれは、あれはなんだ。おっとインを仕掛けていった。もっと前に出たけれどここのバトルを僕は見守る形。確かに空を飛んでいた記憶があります。もっと危ない危ない、ここのバトル熱い。おっとラグか、インにさインとアウトが入れ替わったぞ。ここがかなり熱い様子。
インとアウトが入れ替わり、国井選手がおっとまたインに、なんだこれは技なのか、技なのかこれは。あーっと国井選手アウトに膨らんでしまった。ここで拓磨が上がり、岡本選手が5番に上がってきた。7番って国井選手食いついていけるか。8番は山本涼介選手、9番に栄進が上がってきて、川田選手が10番、11番に島崎選手、12番に三浦選手といった形。1番と2番の差が広がりつつあります。3周目に入っております。3番川上選手もちょっと前との差が広がっているようにも感じます。4番富岡選手上がってきましたね。4番まで上がってきております。今回ポルシェマルティーニから5番に岡本選手と僕の戦いが今熱い感じ。アウトから振っていきます。インに飛び込めるか、インに飛び込んでいきました。インを1台分空いたので飛び込んで、ここからストレート入っていくか、前に出れました。ここで竹馬が前に出て、7番8番がちょっと熱くなりそうな展開、ちょっと観察してみましょう。4周目に入っていきました。凌介選手仕掛けることができるか、イン仕掛けた、仕掛けた、これは仕掛けたが、いや止まりきれなかった。国井選手が守りきりました。4番と3番の差は離れていますね。これはちょっと厳しい展開。今からヘアピンに各社入っていきます。サトル選手どうもペースを上げられない様子。今のファステストラップは1分46秒372、後藤選手が1分46秒274、若干後藤選手の方がペース早いですかね。そしてアベレージが1分46秒台と揃っております。安定した走りを見せている後藤祐介選手。さあ富岡選手はね、白樺ツイマサーキットの店主でもあります富岡選手、富岡さんの息子さんですね、が今回参加してくれました。ありがとうございます。そして今栄進が9番まで上がってきている様子です。10番川田選手は、スポーツチャンピオンですね、 JMRC スポーツチャンピオン、オープンクラスは秋代さんとのバトルをしておりました。動画でも残ってるんです。2番でしたね。スーパーエキスパートでもファイナルに残っております。おっとここで栄進が前に出てるか、陽介選手のインを刺し栄進が前に出ました。各社そろそろファイナルラップに入っていきます。そして島崎選手は8分の1レーシングでファイナリストとなっております。世界選手権12番手を走る SMJ51、 その名の通り SMJ の代表さんでもあります三浦選手が今回賛成してくれました。さあトップ集団はファイナルラップに入っている。ここで悟選手ペースを上げてこれるか、後藤選手このまま1位守りきれるか、まだまだわからない。さあ今回はタイヤの消耗をありにしているので、少しリアを滑らしすぎるとリアタイヤがなくなってしまいます。悟選手最後の追い上げを見せているのか、川上選手との差が広がっております。ここで差を詰めてきたのが富岡選手がポルシェで差を縮めてきております。サトル選手はここでアウトギリギリまで膨れてスピードを乗せてきました。あ、上りを下ってのヘアピンです。おっとここでマイベストを更新しておりますね。ペースが上がっています。サトル選手、後藤選手は1分46秒736、46秒419、274とかなり安定したラップを刻んでおります。悟選手このまま仕掛けることができるか、後藤選手ここでミスなく3セコを超えることができるのか。ここでミスがよく多発してしまいますので、ここで後藤選手安定した走りで最後チェッカーフラッグを切りたいところだが、悟選手少し離れてしまった。ここで最後のコーナーに入ります。後藤選手大きく左に車振って右にスピードを乗せて立ち上がっていきます。さあここでチェッカーフラッグが振られます。後藤選手が1回目を制しました。2番グリッドじゃない、2番の悟選手が確定。3番川上選手、4番富岡選手、5番に拓磨、6番手は誰かな、岡本選手がチェッカーを切ります。はい確定。7番に山本涼介選手確定。8番に
エイシン確定しましたね。8番エイシン、9番国選手、10番正幸選手、川田選手ですね。11番島崎選手少し遅れを取っているが、11番でとりあえずチェッカーを切れると思います。はい、確定しました。11番に島崎慎也選手、12番に三浦選手が確定です。入りました。皆様お疲れ様です。はい、ということで決勝1回目はこのような形で終了しました。さあ始まりました、第2回目の決勝です。1番グリッドに自分ですね、タクマが上がってきて、2番手に川上浩太選手、3番手に悟選手、4番に後藤選手、5番にエイシン、6番手に富岡選手、7番手に山本涼介選手、8番に島崎慎也選手、9番に岡本選手という形で、10番が川田正幸選手、11番に国選手、12番に三浦選手といった形です。まず1番1コーナーに1番で上がってくるのは誰か。スタートはいい感じに決まったかな。1コーナー前車突っ込んで行きます。まず前に出るのは誰だ。ちょっと接触があったが、ちゃんと1番で抜けてこれましたね。お、ちょっとクラッシュがある。後方クラッシュがありました。栄進か、栄進と富岡選手がクラッシュしている。ここで遅れを取ってしまった。ちょっともったいないです。1番今上がってきてる、順調に今来てるのはタクマです。2番手に悟選手、3番手に後藤選手がぴったりマーク、4番5番も熱そう。4番に山本選手が上がってきて、5番に川田選手が上がってきている形、6番に国選手、7番に岡本選手、8番に三浦選手、9番に島崎選手、10番に下がっているのが川上選手、下がってしまった。11番に富岡選手、12番栄進といった形。まずエスカレーターコーナーを下っていきます。1番5等分の花嫁のニノのリバリーを使用していますね。2番に悟選手、3番に後藤選手といった形。ここは等間隔で今通過していっている形になります。4番5番が熱いかな。涼介選手と川田選手のバトルが熱い展開になっている。ちょっとこれはサイドバイサイド気味で涼介選手が当たり負けしてしまいました。ここで川田選手が4番に浮上してきた。ブラックのカラーに横もといったステッカーが貼られている。5番手6番手、先ほども接戦でした国選手と岡本選手のバトル、トップバトルはどうだ。あまり差は広がっていなさそう。ここで後藤選手3番今走っていますけれど、前との差が少し離れてきた形になります。このままいけば後藤選手ポイント的に有利な展開になってきますよ。4番川田選手変わらず、5番手に国選手、6番手に岡本選手、7番島崎選手、8番に三浦選手、 10番9番がちょっと熱い形かな。9番川上選手が守りきれるかどうかですね。富岡選手もペースが速い。11番に栄進、山本選手が12番まで下がってしまいました。ちょっと厳しい展開になってきた。1番たくまは逃げる体勢に入っていますね。エスカレーターコーナーを下って、ちょっと高速コーナーですね。ここ160キロ程度で超えてきたでしょうか。そして三セクの難しいところ入っていきます。こちらさあスピードを乗せて、大きくスピードを失速させずに曲がり込み、まっすぐ加速していく。ここは決まったか。で外まで膨れて最終コーナーに向けて車体を振っていきます。大きな右コーナー、ストレート入り口ですね。綺麗に曲がっていきました。まず2周目タイムはどんな形でどんな感じなのか。1分45秒824、かなり速いタイムじゃないでしょうか。悟選手は1分46秒508、ここで差が広がってしまったようにも見える。3番後藤選手46秒968といったタイム。
4番手川田選手47秒572、国井選手1分48秒770、岡本選手49秒510、島崎選手48秒264。ここでかわしていった川上選手と富岡選手がかわしていって、ここで栄進もかわしていった。1コーナーかなり難しいですよね。9番に栄進が上がりましたね。10番に富岡選手、8番に川上選手といった展開。ここが一番まだ接戦なところ。富岡選手 VS 栄進、どうだ、栄進が守りきる感じかな。このままいくと栄進が守りきる感じですね。三浦選手11番に交代してしまった。山本選手もね、今追い上げております。1番拓磨はちょっと独走状態に入っている。2番手3番手も同じ感覚ですね。はい、同じ感覚です。4番川田選手はぶっちぎりの4番を走行している。ここでペースを上げていきたいところ。5番に国井選手、6番に島崎選手が上がっている模様。7番手に岡本選手が上がっています。いや、上がっているじゃない、交代しているのか。島崎選手が上がった。8番に川上浩太選手、ここからペースを上げて前に追いついてポイントを稼ぎたいところではありますが、差が少し広がっているのでこちらは厳しい展開。9番10番は相変わらずすごい熱いバトルを展開中。おっと、三浦選手スピン、この間に山本涼介選手が前に出るか、どうだ、前に出ましたね。少しね、一回ね、こういう芝生とかダートに入ってしまうとタイヤがかなり厳しくなってきますので、三浦選手ちょっとタイヤが厳しくなってきます。1番と2番の差は 1.5 秒ぐらい離れてますかね。差は広がっております。ヘアピンコーナーをきれいに立ち上がってきます。サトル選手も続きますが、どうもペースが上がらない様子。1分46秒834というペースで走っております。今4周目を走行。後藤選手3周目に、ファーストテストじゃない、マイベストですね、自分のベストを更新してきております。4番手川田選手は少し離れた展開。5番手国井選手と島崎選手がちょっと近づいてきた展開になってきました。島崎選手、国井選手をかわすことができるか。国井選手ここでベスト更新しております。自分のベストを更新して入っていきます。エスカレーターコーナー、島崎選手3周目にベストを更新しておりますね。1分48秒079、すいませんちょっと噛んじゃいました。7番手岡本選手、安定した走り、1分50秒506というのが最新ラップ。8番、川上選手が3周目に自分のベストを更新しております。1分46秒916。ここは相変わらず熱いバトルを展開中。栄進と富岡選手、富岡選手のベストは1分48秒158。栄進が栄進早いな、46秒595。涼介選手1分47秒411といった形。さあファイナルラップに入っていった上位陣、ちょっと危なかったけれども1分46秒356。ラップはかなり安定している様子。サトル選手4周目ペース上がっていますね。1分46秒450と差を縮めていこうと必死、なんと言えばいいのか、追い上げているという形ですね。3番手に後藤選手もここでね、3番手実はポイント的にですね、後藤選手このまま行っちゃうと、後藤選手先ほど1番ゴールで、今サトル選手が2番を走っているじゃないですか。僕がこのままミスしなくてゴールすればサトル選手2番2番4ポイントで、後藤選手さっき1番で、3じゃないですか今で、このままゴールすると4ポイントで同ポイントになるんですね。このままいくとですね、1番ポイントを取っている後藤選手の方が有利となりますので、かなりここでねちゃんと3番を出資していて、僕がなおかつ1番でねずっと走っていれば後藤選手は優勝という形になります。4番川田選手は離れていますけれども、ここはいいペースで走っています。自分のベストのコンマ1落ちで4周目を、迎えていました。ここ今ファイナルラップ、このまま安定して4番のポイントをゲットできるか、それとも3番2番1番に上がることができるか、まだ展開はまだまだわからない。後藤選手ちょっと危なかった今。ここで最終コーナーを曲がっていきます。
ここで2回目の決勝トップチェッカーを切るのはタクマ。2番手サトル選手確定。3番手後藤選手、おっとここで最後スピンで早ゴールしました。優勝への舞でしょうか。4番手に川田正幸選手、5番手に島崎選手、6番に国井選手、7番に岡本選手、8番川上選手、9番富岡選手、10番に栄進が入ります。10番栄進確定。11番に山本涼介選手、ゴールできなさそうだ。これはゴールできるか。最終のポイント結果貼っておきます、動画の最後に。ぜひご確認ください。チェッカーフラッグ。